はいどうも、おもチャンネルです。さあ今回はこちら見ていきましょう。食玩のガシャットのサウンドライダーガシャットシリーズ SG ライダーガシャット06です。さあ昨日はねガシャポン版のサウンドライダーガシャットを紹介したんですけども、今日は食玩版のライダーガシャットです。で今回もボックス買いしまして8箱入りになってます。今回の外箱はシンプルな緑色のタイプですね。さあそれでは早速気になるアソートを見ていきますけども、ここから開けましょうか。でここ最近はねちょっと偏ったアソートになっていて、4種類あるんですけども、だいたい3個3個1個1個みたいな感じで入ってるんで、今回も多分そのパターンじゃないかなと思いますね。それじゃあ開けますよ、せーので、どうだ、よいしょ。はい、やっぱり予想通りこう来たか。まず1つずつ入ってるのがスペースギャラクシーと名探偵ダブルで、残り3つがマイティブラザーズ WX のレベル WX バージョンが3つとレベル X バージョンが3つですね。まあ今回はガシャットの人気を考えると、売る側の判断としてはまあこれが正解なのかなと思います。まあでも最終的にお菓子コーナーはマイティブラザーズで少しちょっと溢れそうな気はします。さあでは早速今回の4種類を見ていきましょう。はい、まずねパッケージの表面、今回4種類こんな感じですね。1番がマイティブラザーズ WX のレベル X バージョンで、2番がマイティブラザーズ WX のレベル WX バージョンで、3番のメンターテダブルガシャットと4番のスペースギャラクシー4ゼガシャットで、側面はこんな感じで、まずここにはそれぞれのライダーが描かれていて、あとくるっとここが賞味期限で、反対側がここが原材料名で、ここにラインナップで、あと裏面ですね。でこの面には軽く説明とサウンドの種類書いてますね。サウンドの種類はレベル X が2種類で、レベル WX も2種類で、名探偵ダブルがちょっと豪華で4種類で、スペースギャラクシー4ゼも4種類になってます。さあでは早速1番から順番に外観やサウンドの方を見ていきましょう。さあではパッといっちゃいましょう。まず1番がぴょこっと、あら裏面ポン。まあ今回のね食玩のガシャとはもうすでにねそれぞれデラックス版やガシャポン版も出ているものばかりですね。さあではね1番のマイティブラザーズ WX ガシャとレベル WX バージョン、全体的にはねこんな感じです。表面がこうなっていて、ゲームのラベルはねこんな感じで、印刷面のクオリティは問題ないですね。で背面は全体的にこうです。でライダーのシルエットはこれはねガシャポン版と同じですね。この部分がシールになってます。で側面ねくるっとこんな感じで、この部分にガシャット名が書いてありますね。さあではね絶縁シートを抜いて単体の音声聞いていきましょう。レベル X バージョンは音声2種類ですね。はい、単体の音声はね以前紹介したガシャポン版と同じ内容でしたね。っていうかこうして比べるとちょっとラベルのクオリティの差がちょっと激しいですね。ガシャポン版の色がねすごく悪く見えてしまいます。さあでは続いて2番いってみましょう。2番目はねマイティブラザーズ WX のレベル WX バージョンですね。これもガシャポン版よりはなんかちょっと出来は良さそうな気がします。はい、ではね見ていきますね。まず全体的に表面こんな感じです。でゲームのラベルはこんな感じのクオリティになっていて、ここでガシャポン版出しておきましょう。はい、もう明らかに色の鮮やかさが違いますね。この差は結構大きいですね。ボディカラー自体はねほぼ同じですかね。で続いて裏面はこうなっていて、ライダーのシルエット、はい、このガシャとも裏面はシールで、ちょっと気になったんでこれもガシャポン版と比べてみましょう。これはねかなり印刷の品質の違いがあります。ガシャポン版はねほんとピントが合ってないかのように、なんかちょっとぼやけた絵になってますね。本当にねこの品質の差はかなり大きいと思います。で側面の方、まず、はい、まずここがねガシャット名が書いてある面で、反対側くるっとこんな感じ。さあではこちらも単体の音声鳴らしていきましょう。これもね音声2種類です。
はい、音声自体はレベル X と同じくガシャポン版と同じ内容になってました。ただね、作りはね、ほんともうガシャポン版より絶対いいと思うんで、メッキバージョンがよっぽど欲しくない限りはこちらをおすすめしたいですね。では続いて3番いってみましょう。名探偵ダブルガシャットですね。それでは出していきます。あー、なかなかいい感じになっていそう。なんかちょっとクリアの基板を見るとホッとしますね。はい、では見ていきましょう。まず全体的にはこんな感じで、表のねラベルがこうなっていて、こちらもね結構品質はいいものになってます。で、裏面の方はね全体的にこうなっていて、ライダーのシルエットは緑色で描かれてますね。で、側面のガシャット名がこうなっていて、全体的にくるっとこんな感じ。それではね、単体の音声鳴らしていきましょう。名探偵ダブルは音声4種類になってます。こちらもね、なかなかいい音が揃ってたんですけども、ガシャポン版と比べると4番目の音が違うのかな。ガシャポン版は確かね、ゲームクリアだったと思います。ではラスト4つ目、はい、スペースギャラクシー4ゼガシャと見ていきましょう。はい、こちらもなかなかクオリティはしっかりとできていそうです。はい、まずね、全体的にはこんな感じで、ラベル面はね、こちらもクオリティしっかりしたものになってます。で、続いて背面はこうなっていて、ライダーのシルエット、ここはシルバーで描かれてますね。で、ゲーム名が書いてある側面がくるっとこうなっていて、それではこちらも単体の音声鳴らしていきましょう。スペースギャラクシー4でも4種類になってます。はい、これもね、ガシャポン版との違いは、4番目の音のゲームクリア音かエグゼードの名乗りの違いでした。さあ、では4つで揃ったので、続いてゲーマードライバーとの連動音声も聞いていきましょう。さあ、ではレベル X からいってみましょう。続いてスロット2、これがね、また結構間があったはず。長すぎたらカットします。うん、やっぱり間がめっちゃ長かったです。続いてはダブル X バージョン。で、スロット2、これも長いはず。そして音声も一緒ですかね。で、レベル X とのコンビネーションもいきましょう。続いて名探偵ダブル。これは2にするとどうなるの？
あ、同じでしたね。続いてフォーゼ。多分同じだけどスロット2。では続いてガチャコンブレイカー行ってみましょう。はい、君技はね、4種類とも同じ音声だったんで、一つだけにしておきました。はい、ということで今回は食玩のガシャット、SG ライダーガシャットの06番全4種類を紹介しました。今回も音声の種類はデラックス版には及ばないものの、見た目のクオリティや作りはね、ガシャポン版よりは上といったところで、1個の単価はね、だいたい500円ぐらいなんですが、ガシャポン版よりは満足いくものになってると思います。まあマイティブラザーズをシングルスロット化してるんで、そこはまあね仕方ないところなんですけども、ガシャットとしてはね結構しっかりとした遊び方ができるんで、気になる方はぜひ試してみてください。で、今回のアサートはね、この真ん中のマイティブラザーズダブル X が3個3個で、両サイドが1個1個だったので、ガシャットコレクターの方はね、この両サイドを見つけたら早めに買っておきましょう。多分ね、アソートの中では少ないんで、いくらマイティブラザーズダブル X が人気あるとはいえ、多分在庫的にはこの両サイドが早くなくなりそうな気がします。なくなる前にね、ぜひゲットしておいてください。ではでは今回はこの辺りで、おもチャンネルのタルでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それでは今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。ではではごきげんよう。さよなら、バイバイ。